おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1657です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介しました MIA の可変モビルスーツっていうかね、モビルアーマーといいますか、そちらに続く第3弾ですね。一番最初にサイコガンダム、その次にバウンドドッグということで、ゼータに登場した可変系ものですね、そちらをやっていきました第3弾となっております。今回はですね、前に紹介した2つと比べてね、まあどっちかというと私が一番好きな可変モビルスーツっていうかね、それとなっております。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、 NRX044 アッシマー。はい、こちらがね、実は私大好きなんですね。このアッシマーがほんと好きで、前回のバウンドドッグもかなり複雑でしたけど、こちらより複雑な変形をするんでね、これがね、立体化されたっていうか簡単に入手できるようになったっていうのは非常に嬉しかったんで、即買ったという記憶があります。ただこちらですね、買ってから相当時間が経ってますんでね、各部分が劣化してるっていうのもありますけど、そもそも箱を処分してしまってるんで、説明書もないという状態になっております。はい、で一応同行品として入ってたものとして、これですね、こんな感じのチラシとこちらシートですね。こういうのがありましたと。で、それ以外に武器関係がありますんで、一応パーツの方ですね、まずそちらを用意してしまってから、先ほどね、ここに置いといたシート、これをちょっと見ていきたいと思いますんで、パーツの方ですね、ささっと準備してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。台座のパーツと交換用の手首パーツ、こちらがビームライフルですね。そしてアッシマー本体という風に置いてあります。で、先ほど置いてあった紙のうちの、まずはチラシいきたいと思います。一応こちらペラッとめくると中はあんまりなくて、こんな感じでね、まあアンケート用紙の紙がありますけど、こちらですね、まあシードデスティニーのシリーズがこんな感じでラインナップありましたよ。で、さらに裏を見ますとこんな感じで、前回のバウンドドッグ、あれの時にはもうアッシマーが乗ってまして、それ以降のやつもね、結構乗ってましたけど、それよりも前に出たという感じみたいですね。はい。で、2005年初夏全国ロードショー、星を継ぐものということで、この時代のものだったんだなという感じですね。はい。で、ゼータガンダムに関しましてはこちらですね。ウェーブライダーへの変形もできるし、ザクヘッドがついてくると。このザクヘッドはダブルゼータなんで、まあ、後々のね、シリーズを考慮された内容という感じになってみたいですね。はい。で、マーク2が3機出てる。まあ、F5 から入れたら4機と。で、エクステンデッドモビルスーツインアクションということで、なんかちょっと変わったやつ。こういうのもあったみたいですね。まあ、こんな感じのラインナップのチラシがついてきてるという感じになっております。そしてデータシートがこちらですね。こんな感じ。まあ、NRX044 アッシマー。それはまあこんな感じですね。登場作品はこんな感じですよとか、裏のところはこういうふうにアッシマーのスペックとかパイロットですね。これが載ってたりとか、変形させてこの状態にできると。で、こちらなんですけど、まあ腕とか足とかね、畳んでこの状態にできるっていうよりもかなり複雑な変形をするんでね。後々プラモデルは出ましたけど、その前の時っていうのはかなりちっちゃいサイズだったんですね。144分の1よりもちっちゃい220分の1だったかな。それぐらいの非常にちっちゃいプラモデルが昔出てまして、その後にこれとかハイコンプロってやつが出て、でその後に HGUC って出たということで、まあだんだんね、組み立てることもできるようになったし、比較的ね、入手しやすくなったっていうのもありましたけど、その前の段階ですね、ゼータガンダム放送時とか、その当時に出てたものとしましては、これぐらいのちっちゃいやつで、モビルスーツ形態、それと変形後のこういうね、円形のモビルアーマー形態とかね、その状態のやつがバラでね、こうなってたっていうのが、後々、こんな感じで完成品とかね、組み立てるプラモデルとして出たという、長い時間かけてね、やっと完全変形できるものができたという、そんな感じのアッシマというふうになっております。で、とりあえずパーツ意識手前の方にですね、ざっとちょっと寄せてしまいまして、まずこちらですね、はい、アッシマ見ていきたいと思います。この状態でぐるっと回しますよと、ぐるっと回すとこんな形です。先ほどのデータシートね、見ていただいた方はわかると思いますけど、この状態からあの円形に変形できるというのがかなり素晴らしいと思います。はい。で、とりあえずこの状態なんですけど、頭部に関しましては左右こうやって動かすことができますけど、肩パーツですね、これが内側のところにちょっと寄ってしまってるんで、全体的に腕がガーンとね、横に出ればいいんですけど、そういうわけではないので、まあ、ちょっとこう撫で肩気味にしてあげると、まあ、干渉を多少回避できるかなと。そうじゃなく、かっこよくね、こうバシッとこう跳ね上げてしまうと、いきなり当たることになるんで、あまり可動域が広くなくなってしまうので、それがちょっと気になるポイントかなと。で、上はこれぐらいですね。で、下はこうですよと。で、上下に動かすと変形の都合上これが割れてしまうので、これがちょっと気になるかなと。もうちょっとカチッて止まってほしかったかなと。で、アンテナに関しましてもこれ軟質素材になってるんで、癖がついてね、ふにゃふにゃになる可能性があるんですけど、まあ一応こんな感じの角がついてますよと。はい。で、腕に関しましては肩アーマーは独立してるんで、こういう風に稼働させることができますよ。腕はそれに合わせて追従できるんですけど、肩アーマーがね、思ったよりもでかいんですね。で、一応根元の部分で、こういう跳ね上げ機構がこうやってついてはいるんですけど、肩アーマーも一緒にくっついてきてる関係で、そんなに広くないと。ただ、内側の部分がこれだけ広いので、肩アーマーをこの状態で残して腕は動かすことができますんで、
こういう風に、ね、腕だけ前面に出すことができるという、こういう形にはすることができますよ。ひねりに関しては肘のここで動かすことができて、二重関節なんでここまで曲げることができると。これだけ曲げれればね、十分だと思います。で、あと手首パーツがここでくっついていて、こういう風に動かすことができる。まあ、二重関節もあるし、手首パーツのこの可動域もあるんで十分かと思うんですけど、結構ね、前腕がでかい関係で、ビームライフルとかで持たせるときにちょっと干渉しちゃったりするんでね、そこだけちょっと注意ポイントかなという感じですね。はい。で、あと変形の都合上、胸部パーツがこうやってスライドしちゃうんですけど、これもですね、内側のところにピンがあって、ここのところに穴があって、パチンで閉じられるとか、ここの胸部パーツのパネルのここですね、こちらのところで左右でパチって止まるとかね、そういうような構造があって、開き止めとかになってればよかったんですけど、そういうのは一切ありませんので、ちょっと気になるポイントという感じかな。で、右腕も同じ感じなんで、こういう風に動かすことができます。バックパックがこうやってくっついてるんですけど、この状態でスイングできたりとかはしません。ここの部分はね、変形の都合上、スライドすることができますけどね。まあ、こんな感じのギミックです。バーニアがここのところについてて、一応稼働するんですね。ここのところで動かすことができますよ。で、腰がここでひねることができると。ここでグリグリ動かせる。ここのところはボールジョイントになってるんですね。ただこれがですね、変形の都合もあるんですけど、ちょっと緩いんですね。なので、ボディがどうしても重たいので、こうなんかやった時に重さでガクッとね、いく可能性があるんで、そこだけちょっと気になるポイントかなと。で、足回り、ここでグリグリね、ボールジョイントで動かすことができますけど、ここもですね、引き出し機構とかありませんので、開脚の全開はこれです。で、前後は当然ながら何もないんで、思いっきり動かすことができますけど、ちょっとですね、左右に広げないのがちょっと気になる感じですね。はい。で、足に関してはここでの可動があると。まあ、もものところで一応関節1個あるので、ここで動かすことができます。で、後ろの部分ですね。これが伸びてる関係で、この状態で足曲げてもそんなに動かないんですけど、ここの部分をグッと前に出すことによって、足をここまで曲げることができますよと。で、足首はここのところで多少動くと。引き出し機構も若干あるっぽいんですけど、あまり動きませんので、まあ、設置性は悪いという感じですね。で、ここのバーニアも動くという感じです。まあ、全体的にこんな感じ。まあ、非常にかっこいいっちゃかっこいいね。私の中ではね、まあ、このアッシマとても大好きです。はい。一応こんな感じとなってます。で、付属の手首パーツを使って、ビームライフルを持たせることができるんですけど、ビームライフルはこちらと。で、専用の手首パーツっていうのが一応こちらと。まあ、左の部分もありますけど、で、それ以外にもう一個ですね、こちら。ちょっと丸いものを持たせるための手首パーツがあって、こっちの指がこういう風にね、トリガーを引っ掛けるようなね、タイプの手首パーツがあるんで、これを使うんですけど、こっちの手首パーツをね、使うための丸いものが確か付属してなかったはずなので、別途ですね、ビームサーベルとか持たせるときに使うような手首パーツだと思いますんで、アッシマーでは多分使わないんじゃないかなと思ってます。もしかしたら欠品というかね、パーツどっかでなくしてる可能性があるんですけど、一応ビームライフルしかないはずなんで、まあこれだけあれば十分でしょう。で、これは手に持たせる以外に、ここのパーツですね、こちらのパネルを倒してひねりますよと。はい、こんな感じですね。こうすることによって、リアのここですね、こちらのところにブスッと差し込むことによって、こういう風にね、マウントさせておくことができると。そうすると、両手をフリーにできますっていう、こういう形のギミックがありますよ。で、この状態で、こちらのね、手首パーツを先ほどのやつに取っ換えてあげて、他のビームサーベルを持たせたりとかね、そういう時に使うことができる手首パーツと連動させることができるという形になっております。で、ビームライフルはこちらの部分からポンと取ってあげて、ここの部分を戻し、グリップが格納されているんで、グリップを出しますと。そして手首パーツをここから外しまして、ここのところにグリップパーツに手首パーツをしっかりと取り付けると。で、指もね、ちゃんと引っ掛けた状態でこの形にしてあげて、ここのところに手首パーツを、っていうか腕をね、バチッとつけますよと。こうすることによってビームライフルをちゃんとね、保持させることができると。ちょっとですね、関節がかなり弱ってきてるんで、この重さにちょっと耐えられてませんけどね。ちょっとこう構えた時にクラッとね、いっちゃうんですけど、これに関しては、まあ補強してあげれば十分かなと。で、この状態ですね、片手で持つのがちょっと厳しい場合は、左手限定で左手がありますんで、これを利用して両手持ちさせてね、構えることができるという形にはなっております。はい。一応こんな感じとなってるんで、基本的な装備はこんな感じです。まあ格好はいいんじゃないかなと。ちょっとですね、やっぱり先ほども言ってる通り、関節がかなり弱ってきてるんで、自立がね、ちょっと辛いっていうのと武器構えられないっていうのがありますけどね。まあ全体的にいいんじゃないでしょうか。で、付属の台座なんですけど、例えばこれをですね、こんな感じで組んであげて、ここで立たせるとかね、そういうような台座ではなく、これは、モビルアーマー形態ですね。こちらの時にしか使えない台座なので、これがですね、こっちでも使えるようなやつだったらもっと良かったかなという感じでしょうか。はい。一応全体的なね、まず、モビルスーツ形態としての稼働範囲とか武器の持たせ方はこんな形となっております。ではこのまま引き続き、モビルアーマー形態ですね。そちらに行きたいと思いますけど、まずこちらですね、準備しなきゃいけないものとしまして、まずは手首パーツを取ります。で、この手首パーツの中に格納できないので、必ず外す必要性がありますよと。
で、ビームライフルに関しましては、グリップを格納しますよと。はい。で、ここの部分は倒さなくていいので、この状態にしておきます。反対の手のパーツも外しますよと。はい。一応、アッシマーのまず、準備としてはこんな形となっております。で、ここのパネルパーツが外れて中のメカが見えるとかね、それはハイコンプロの方のギミックだったはずなんでね、一応これ別パーツ化されてるんですけど、外すことはできませんよと。まあ、こんな感じにしまして、まずは、バックパックのここの部分のブースターというかね、このバーニア部分のこれを上に持ち上げます。そして、腕を横にグイッと曲げてあげて、ここのところを肩パーツを倒します。はい、こんな感じですね。そして、頭部パーツ。これをひねらなきゃいけないんですけど、これがですね、こうスライドした時に、ここのところは真っ赤っか、反対側は黒いと、こんな感じになっておりますけど、最終的な変形としましては、こっちの方向ではなく、今見た黒いやつですね。これが底の部分というか、最終的に変形するとこうなるんですけど、こうなった時の底ですね、こっち側のところになるように、この黒いやつが下になるように、こういう風に配置してあげますよと。で、この状態で変形させたいんですけど、そうすると足ですね、これがちょっと干渉してしまうので、まず胸部パネルをまずこうやって開きますよと。はい。で、一応ここね、スライドするギミックがありますんで、このスライドギミックでサイドに開いてあげる。腰に関してはこの状態でグッと前に出してあげると。こうすると、ここの部分の干渉が減りますっていうか、なくなりますんで、この状態で肩アーマーと前腕を連結させて、隙間なく作り、こちらのボディのところに密着させると。そして、頭部パーツのこのサイドのやつですね、これを開いたやつを肩アーマーに突起ですね、ここのところにパチッとしっかりと入れてあげると。まあ、これがちょっと安定感悪いので、この部分に関しましても、あらかじめですね、全体的に補強しておいた方がいいと思います。まあ、一応こんな感じで軽く配置してあげたら、アンテナを倒します。そして、バックパックをグッと倒していって、この形にすると。そして、こちらもね、前腕のところに突起があって、バックパックに凹みがありますんで、その部分でしっかりと密着させて、一体化させていきますよと。で、一体化させるとこういう感じになるんで、まだこの時にね、頭部パーツ安定感悪ければ、この状態でしっかりとくっつけてあげれば、ちゃんとね、こういった収まってくれます。そして、腰パーツをグッと回してあげて、足をこの状態にしますよと。で、足首を畳み、足全体をここでグッとね、スライドさせていくと、中にこうやって格納されて、中のところに引っかかる部分があるんで、そこでカチッと止まってくれます。で、反対も同じような感じで、ここのところグッと潰してあげるような感じで入れてあげて、潰すと。で、この状態にしましたら、足を後ろ側にグッと持ち上げてね、この状態にして、で、さらにグッと倒していきますと、先ほど横にずらしたこちらの胸部パネルですね。これにまた同じくピンがありますんで、ここにあるピンと太ももっていうか、ここですね、ふくらはぎといいますか、ここのところにある穴のところにこいつがパチンと入ると。これをすることによってしっかりとロックされますよと。ただ、つけてしまうと、ちょっと足がね、ハの字に開いてしまうんで、ちょっと気にはなるんですけど、まあこんな感じでつけることができると。まあサイドパネルっていうか、この胸部パネルの位置関係ですね。この調整さえもうちょっとうまくいけば、もっとバチッと決まると思いますけど、ここの保持力もそんなに強くはないので、まあ、なんとなく収まってるかな程度でつけれればいいと思います。一応こうすることによって、アッシマーですね。これのモビルアーマー形態が完成しますよと。で、この状態で、こちらのスタンド組んだ形にして、これで直接つけることもできると。まあ、こんな感じでね、マウントさせることもできますし、ビームライフルをここのところにマウントさせますよと。はい。で、このマウントしたこちらのところの、ここに穴がありますので、ここのところに、こちらの台をつけると。で、その時に、こうですね。先端がこう、だんだん、とんがるような感じでつけるんではなく、逆になるんですね。こういう形です。こういう形でパチッとつけてあげると、こういう風につけることができると。まあ、若干斜めにね、こう飛んでってるような感じになってますけどね。一応こういう風にしてあげると、これで変形完了と。ただ、もうちょっとですね、股関節っていうか、ここの腰ブロックがもうちょっと行きそうな感じがあるんで、これに関しては要調整かな。あ、もうちょっと行きましたね。ここまで行きました。ここまで行かなきゃいけないんで、うん。この辺ですね。もうちょっとうまく動くのを確認してくっつけてあげれば、最終的にここまで行きましたね。はい。こんな感じです。で、ビームライフルをここにマウントさせてあげると、先ほどよりもまっすぐ向いてくれますね。まあ、こんな感じと。まあ、全体的にちょっとね、重たいんで、まあ、前回のバウンドドッグ同様、プラ製のパーツがあまり使われてないということで、まあ、結構重たいんですけどね。まあ、こんな感じでつけることができると。いかがでしょうかね。こんな感じです。先ほどの人型形態とかね、モビルスーツ形態から、こういう風にね、差し替えなしで、ここまで変形できると。ただやっぱり惜しく感じるのは手首パーツですね。これが必ず外さないといけないっていうことで、他の手首パーツ含めで、余剰の手首パーツがこれだけ出るわけですね。だからこれが台座のどっかに取り付けられるとか、
あとは中にね、1個か2個ぐらいね、格納できればよかったかなという感じですけど、一応ここまでね、完全に変形できるのはとても良かったんじゃないかなと思います。ただ、飾るためには必ずこのね、台座がないと、常に宙に浮くことができないっていうのがあるんで、そこだけちょっと惜しいかなっていう感じはありますけど、全体的に出来は悪くないと思います。あとはまあ、ちょっと墨入れがないんでね、かなりあっさりしてるんで、これをね、墨入れし上げればもっとよりかっこよくはなるかなと思いますけど、こちらのアッシマ、なかなか良かったと思います。気になった方はまずこちらをね、ちょっとチェックしていただければと思いますけど、これもね、いいんですけどね、今 HGUC でプラモデルも出てますんでね、まあそちらとこれを両方ともね、買っていただいて比較していただくっていうのもなかなか面白いんじゃないかなと思います。はい。ということで今回はですね、MIA、モビルスーツインアクションのアッシマですね、こちらの方を紹介していきました。気になった方はちょっとチェックしていただければと思いますけど、まあ今ね、比較的入手しやすいんだったらプラモデルの方がいいと思うんでね、まあそっちをちょっと入手していただければと思います。これもね、買って箱から出してすぐ遊べるっていうね、そういうような簡単なものにはなってますんでね、まあちょっと関節がかなり下手ってる可能性がありますんでね、その部分を補強してあげればもっとより良いと思いますけどね、まあ一応気になった方はチェックしていただければと思います。はい。ということで次回ですね、次回は MIA の稼働ものですね、こちらの第4弾、こちらね、ちょっとやっていきたいと思いますけど、今回紹介したアッシマよりもさらにね、ちょっとちっちゃくなるっていうね、そんな感じになってますけど、まあそれをちょっと見ていただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。